こんにちは、かおるんです。本日はですね、七色に変化するめちゃめちゃ面白いスピーカーがございますので、こちらをレビューしていきたいと思います。今回もですね、案件でいただきました製品でございます。本当にありがとうございます。今回紹介する製品はこちらになります。ドン！ファインファインさんのゲーミングスピーカー A20 でございます。イエイ！こちらのスピーカー、おしゃれ要素だけでなく上品な音もしていますので、とってもね、臨場感を味わうことができます。さらにコンパクトなので、 PC のデスクの上に置いてもですね、場所を取ることがありません。その上コスパもいいんです。早速ね、もう基本スペックとか音もね、実際に皆さんに聞いてほしいので、次行っていきましょう。まずはね、基本スペック見ていきましょう。どうぞ。はい、基本スペックやっていきましょう。まず値段が7989円となっています。こちら Amazon 価格ですね。さらにクーポンで 10% 割引されることもあります。高さが 13.5cm、 横幅が 8.5cm、 重さが 1.13kg というところで、非常にコンパクトとなっています。だいたいね、フィギュアとかありますよね、あのくらいの大きさとか重さと思ってくれればいいかなと思います。電源コードは PC に差しやすい USB Type-A、 さらに音の方はですね、イヤホンジャックに簡単にさせるですね、 OX タイプとなっています。55mm の丸型フルレンジドライバーを採用。クリアな高音域、そして繊細な中音域、豊かな低音域を実現します。ゲームだけでなくて、音楽とか映画視聴にも最適です。スピーカー本体にはボタンがついておりまして、電源オンオフ、音量操作、さらに今回ここが一番の魅力、 RGB のライト機能を搭載しておりまして、七色にね、色が変化します。こちら組み合わせで13種類のモードが用意されております。こちらもボタンで切り替えることが可能となっていますので、後で一緒に見ていきましょう。はい、続いてデザインの方一緒に見ていきましょう。まずですね、こちらのスピーカーデザイン、こうね、七色に変化するのに加えて、ちょっとね、こう男勝りなね、こう男の心をくすぐってくるようなデザインですよね。大きさも 13.5cm というところで、手と比べてもね、こう手よりもちっちゃいんですよね。モニターの下とかにね、すっぽりはまりますので、場所を取らせることはありません。本体についてるボタンですが、L 側に電源オンオフがついています。こちらね、長押しで電源切り替えが可能ですが、1回押しでミュートも可能です。R 側の方は音量調整、さらに上の方に RGB の切り替えができます。実際に RGB ライトモードの方を切り替えていきましょう。全部で13種類ありますが、バラエティに変化するモードが6種類、単色モードが7種類の計13種類となっています。バラエティの方はですね、七色が上に向かって流れるモード、そして滑らかに切り替わるモード、ブロックで切り替わるモード1番、順番に切り替わるモード、そしてブロックで切り替わるモード2番、そして2色が交わって1色に交わるモード、こういう形になっています。その後が単色モード7種類ですね。さあ、続いて、ここが一番大事ですかね。音の方を見ていきましょう。まず、僕の率直な感想はですね、高域がとても上品に出ていると思いました。こう、高域がね、特徴的で、かつね、優しく歌い上げるような曲ですね。こちらを流しているとね、とってもぴったりかなと思いました。そのね、優しい感じがよりね、目の前にあるかのような、こう、臨場感、ブワーッと広がってくるようなね、感じがね、とっても味わえるスピーカーだと思います。なのでね、心身ともにね、こう、リラックスさせてくれるような、そういった音ですね。見た目はとってもかっこいいので、低域がね、ドーンと出るのかなと思ったんですが、低域はね、そんなね、普通っていった感じで、本当にね、高域が上品に出ている音だと思いました。なので、ぴったりな曲をあげるなら、オーケストラ系、あとはね、ディズニー系といった感じでしょうか。こう、女性ボーカルで、かつね、バイオリンとか、あとはね、ピアノが、こう、演奏で響いてるような、そういった曲になりますね。ゲームだとね、こう、潜入系のゲームが合いそうな気がしますね。わずかな足音、壁を叩く音、あとはね、こう、物音なんかがね、こう、ちゃんと聞こえてくるような、そういったスピーカーだと思います。そしたらですね、実際に皆さんにもね、このね、囁き声の臨場感っていう、この高い声の臨場感、ここをね、聞いていただきたいと思います。
本当はね、今度ね、6月6日にディズニーシーでね、開演するファンタジースプリングスのテーマ曲があるんですけれども、これがね、本当に良くてね、皆さんに聴いていただきたいんですが、ちょっとね、著作権とかありますので、流せないので、今回はこちらの2曲、選び抜きました。まずはね、BGM の春の息吹。続いて女性の歌声が入っております夢の追い人さんというね、この2つのフリーミュージック聴いてもらいたいと思います。それではどうぞ。ということでまとめやっていきたいと思います。どうですか？聞いてみて実際に音いいなと思ってもらえたでしょうか？今回はですね、ファインファインさんのゲーミングスピーカー A20 をやっていきました。コスパがいいので、とりあえず1台 PC のデスク用にスピーカー欲しいなと思った方ですね、ぜひねおすすめしたいなと思います。あとは女性ボーカル系しっとりした曲なんかも似合いますので、そういったね曲を聴く方にもねぜひおすすめしたいです。しかし1台ねこう手に取った後ですね、この七色に変化するこうおしゃれさっていうところで作業しながらねこうテンションが上がっていく、さらに攻撃もねとっても出ていて感動するレベルなので、これ意外とねこれ続けて使ってみようかななんてね思ったりするかもしれません。今回紹介しましたファインファインさんのゲーミングスピーカー A20、まだね紹介しきれてないね情報たくさんありますので、下の概要欄からねぜひチェックしてみてください。ということで今回もカオルンチャンネルご視聴いただき本当にありがとうございました。カオルンチャンネル楽しかったよ、面白かったよ、役に立ったよと思ってくださった方、ぜひねチャンネル登録グッドボタンお願いします。カオルンチャンネル、チャンネル登録者1000人を目指してコツコツ頑張っております。ぜひね応援よろしくお願いいたします。そうしましたらまた次のカオルの動画でお会いしましょう。見てくれてありがとう。バイバイ。